皆様おはようございます。ニュースチャンネルへようこそ、今回のテーマをお送りします。はとりしん桜井翔の結婚発表直前の行動を、明石ファン驚学結婚よりも気になる。昨日、日本中で話題となった嵐桜井翔さんと、相葉雅紀さんの結婚報道を冒頭で取り上げた29日のハトリ・しんモーニングショーテレビ朝日系。 その放送中、ハトリ・シンイチアナウンサーが明かした発表直前の桜井さんの様子にファンが騒然とする時代に。ハトリ・シンイチ、結婚発表直前の桜井翔の行動を告白あなたどういう心境で 3CJP。29日、昨日結婚を発表し国内の注目の的となった嵐桜井翔さんと相葉のりさんの結婚報道を特集したハトリ・シンイチモーニングショーテレビ朝日系。 その特集に、桜井さんと共演関係にある、羽鳥り一アナウンサーが発表直前まで、桜井さんと共にいたことを明かしました。二人同時に発表したことで、ファンの驚きも2倍となった、桜井翔さん、愛葉雅則さんの結婚報道。これに、他局のバラエティ番組で、桜井さんと共演している羽鳥アナは、いやー、知らなかったですよ。私には、言わないとは思いますけどと、驚いた表情を浮かべました。 すると、ハトリアナは、昨日4時半くらいなんですよね、発表が。私、3時半まで、ショくんと一緒に、ピッチピチのジーンズを履いて、棒高飛びをするというバラエティーを、3CJP、と直前まで、桜井さんと行動を共にしていたことを、明らかに。この事実に、嵐世代という、斉藤千春アナウンサーも、ええ。すごいタイミングですね、3CJP、とゼクそして、 で、家帰ったら、こうなってて、翔くんに連絡して、あなたどういう心境で棒高飛びしてたんですかと、と,と、桜井さんに連絡したというハトリアナ。さすがに途中から、ちょっとそわそわして、やっぱり、こういう発表って緊張すると、実感したとお話をしてましたけどもと、桜井さんからの返信内容を述べ。 よく高飛びしていたと思いますけどと発表を控えた桜井さんが体を張った撮影をしていたことに苦笑を漏らしました。結婚よりも気になる。直前のロケにファンの注目集まる。モーニングショーで結婚発表直前の桜井翔さんの様子を明らかにした羽鳥慎一アナウンサー。その後、羽鳥アナはただ本当に仲がいいというだけの同時発表ではないと。深い思いは絶対あると思いますとコメント。 アイドル嵐が次のステージに進んだのかと、これからがまた非常に楽しみです。おめでとうございますと結婚を発表した二人へ祝辞を送りました。ただ、ハトリアナが明かした桜井さんとのロケ内容に番組を見ていたファンは騒然。結婚よりも、ハトリさんの話よりも、そのピッチピチのジーンズを履いて棒高飛びという方が気になるのですが、3CJP。ハトリさんのお話で結婚の衝撃を、 ピッチピチデニムの棒高跳びが全部持っていたよね、エミ。ハトリアナがトリッキーなロケの内容言っちゃうから、その後の話が何にも入ってこなかったね、W。などと、タイトなジーンズで棒高跳びというシュールな撮影内容に思わず笑い声が上がっていました。おそらく、バラエティ番組の撮影とは、桜井さんが MC を担当する、日本テレビ系の1億3000万人の小チャンネルのこと。今後、 ピチピチのジーンズで棒高飛びをする桜井さんが放送された時にはこの時そわそわしてたんだろうな 3CJP という楽しみが一つ増えたようです。今回の内容ここまで終わりました。あと他の内容を参照してください。ありがとうございます。